はい、皆さんこんにちは、鎌倉インターナショナル FC の、オーナー務めておりますよもけんことよもけん太郎です。今日で4回目となります鎌倉インターナショナル FM ですが、今日もですね、僕がいる、シンガポール、南国のシンガポールの特設スタジオよりお送りしております。このプログラムではですね、鎌倉インテル FC の情報はもちろん、国際色豊かな、ゲストを世界中からお招きし、グローバル社会、ビジネス、そしてスポーツについて語り合いですね、リスナーの皆さんに新たな世界観をお届けすることができればなと思って、始めております。そしてですね、世界へ、そして新しいことへ、一歩踏み出す、チャレンジする、そんな勇気を与えることができたらなと思って始めた番組になっております。はい、鎌倉インテル FC なんですが、神奈川県リーグ2部というところに属しておりますが、コロナの影響でですね、ずっと開幕がストップしてしまってたんですが、最近まあ J リーグも始まりましたし、徐々にこう日本のサッカー界というのも、まあ、再開といいますか、活動は始まっていると思うんですが、神奈川県2部もですね、9月の2週目ですか、9月13日に改めて開幕すると決まりました。28チームですね、2部リーグあるんですが、そこから2チームが上位1部リーグへ昇格することができるということになっているんですが、ちょっと形式を変更してですね、28チームを4つのブロックに分けてリーグ戦を行い、年間の試合数としては半分になるんですが、7チームずつですかね、6試合のリーグ戦の結果、その4つのブロックから上位1チームずつが最終的にはプレーオフに臨みます。そのベスト4の中から上位2チームを選んで一部昇格が決まると、こんなレギュレーションになる予定です。ですのであと2ヶ月ぐらいですかね、開幕まで時間がありますが、この準備に万全を期していきたいというふうに思っております。まあ、2ヶ月ある中で、僕らもどういうふうにね、緊張感を保ちつつ、チームのレベルを上げていこうかというところなんですが、今ですね、仲間のチームを集めて、4チームでですね、独自リーグを作ってですね、そこでちょっと切磋琢磨、お互いレベルアップしていこうよというような動きをしているところです。まあ、選手、スタッフは我々一市民といいますかね、みんながこう一人一人が気をつけて感染拡大を防止することで、まあ、このスポーツの火が消えないといいますか、楽しめる、プレーできる、こんなことが、できれば、実現すればなと思ってますが、はい、なんとかリーグ戦開幕して今年の分を消化してですね、願わくば、いよいよ神奈川県一部リーグに、昇格を果たしたいなと思ってる、2020年シーズンでございます。はい、あとはですね、インテルのクラブとしてなんですが、今鎌倉市の、地域の皆さんとの活動を一歩ずつ進めているところなんですが、大きな動きとしてはですね、鎌倉市にあの芝生のグラウンドっていうのは鎌倉市は全然ないんですが、この人工芝のグラウンドを作ろうということで、今着々と動いております。果たして本当にできるのかというのは、もう映画フィールドオブドリームスのような形でですね、何もないのっぱらに、人工芝のグラウンドでもうゼロから引くぞというところで頑張ってますので、交互期待、また、番組の中で、お伝えできればなというふうに思ってます。はい、そんなわけで鎌倉インテルですね、ぐいぐいと進めているところなんですが、今日はですね、この、Zoom を使って、放送してますが、カンボジアからですね、ゲストをお招きというのかな、ネットでつながって、お話をしてみたいと思います。前回まではですね、シンガポール代表の吉田達磨監督と一緒に進めてましたが、今日はですね、選手にフォーカスを当ててみたいと思います。サッカーカンボジアリーグソルティーロアンコール FC の、小暮文也選手です。文也さん、はい、こんにちは。こんにちは、よろしく。どうもよろしくお願いします。今はカンボジアのシェムリアップという町にいます。シェムリアップといえば、アンコールワットですね。アンコールワットね、カンボジアと言ってもどんなとこなんだろうってね、なんかイメージできない人も多いかもしれませんが、アンコールワットというとこう有名な遺跡なんですが、知ってる人も多いのかなと思いますが、あのアンコールワットがあるシェムリアップという町にサッカークラブがあって、はい、そこにいると
ということで、小暮文也選手、ちょっとですね、簡単に自己紹介をお願いできますでしょうか。はい、今現在、そのシェムリアップにあるソルティーロアンコール FC という、本田圭佑選手がオーナーをやっているチームでプレーさせてもらっています。僕自身は日本で、J リーグで7年間、で、その後にシンガポールリーグで4年間、で、今、カンボジアに来て、2年間、このチームでプレーしてもらっています。あのカンボジアリーグも、まあ、ごった分に漏れずというかコロナウイルスの影響で止まってたと思うんですが、リーグ戦が復活したということなんですけど、はい、ちょっとねこの間の試合復帰第一戦は負けてしまったようなんですが、今年の目標というのはどんなところになりますか。理想で言ったらチャンピオンになるっていうのは、まあ、理想なんですけど、まあ、本当に若いチームなので一つでも高い順位につけられて、なおかつそのローカルの選手たちの、まあ、成長が、進む1年になったらいいなっていうふうに個人的に思っています。文也はあの 前のポジションを取ってるんですか。そうですね、まあ、今はほとんどトップ下とかフォワードやったりもしますし、自由を与えられてる。自由を与えられてる、まあ、いつもなんですけどこう日本のサッカーとカンボジアの違いとかどんなところなんですか。一番分かりやすいのはやっぱり環境面。本当に練習場でシャワーがないのは当たり前、グラウンドが、整備されてないのが当たり前っていう状況の中で練習だったり、まあ、試合ももちろんそうです、その辺は環境面においてはやっぱりなかなか耐えられるような人でサッカーをさせてもらってます。もともとね J リーグでプレーしてたっていうことなんですけど、ここからその海外とか特にこうなんていうか思いっきり新興国のカンボジアでプレーをするというのは、どんなこう心境とかここで何をしてやろうとかってどんな思いがあるんでしょうかね。僕は基本的には環境変わっても本当自分次第だと思っているので、サッカーが上手くなりたいっていうのがまあ一番で、それプラスやっぱりサッカー以外のところで、まあ何か成長できればいいかなと思って海外に来ているので、やっぱ積極的にサッカー以外の、活動だったりサッカー以外の出会いみたいなものを大切にするようにはしてます。なんかこう出会いとサッカー以外のというところが、ありましたけど、なんかこう印象に残るエピソードとかありますか。そうですね、まあ、こっちに来て本当に現地の子どもたちと交流する機会をいただいて、まあ、彼らを招待、試合に招待したりとかしてるんですけど、本当にすごい、いい笑顔というかいい顔をしてくれるんですよ。本当試合勝った時にこういう部分ではなんかこうサッカーっていうのはすごく価値があるなっていうふうに改めてこう実感させてもらえたので、そういう活動っていうのは今すごい自分の中で大切にしてるっていうのであります。これはやっぱり日本で、まあ、プロサッカー選手をやってるとなかなかこう感じられにくいところっていうことなんですかね。まあ、サポーターとの距離っていうのはどうしてもこうある一定の距離を保たなくちゃいけないのが、まあ、日本だと思うので、海外に出るとそこはなんかもう合ってないようなもので、もう自分次第で近づけることはできると思うし、やっぱその辺がこう違う日本との違いだと思う。その辺はやっぱもう海外にいる選手は積極的にやった方がいいのかなと思います。カンボジアだからこそという経験をまあ大切にして、こうなんていうんですかね、こうサッカー選手である前に人間であったりだとか人生があったりするので、そこがなんかもうもっと豊かになってくればいいかなとか、そんなようなことなんですかね。まさにその通りです。なんかもっともっとお話を聞きたいんですが、来週もですね、小暮文也選手にはお越しいただいて、いやそもそも なんで東南アジアに来たんだとかですね、そのサッカー以外のことって一体普段の生活ってどんな状況なのと、シャワーもないって言うけど本当なのみたいな、この辺をですねちょっと伺ってみたいなと思ってますが、あっという間に時間です。今日はここら辺までにしたいなと思うんですが、また来週、お時間いただければなと思います。小暮文也選手ありがとうございました。はい、ということで今回はですねゲストに小暮文也選手をお呼びしました。今週の鎌倉インテル FM いかがでしたでしょうか。来週もですね、カンボジアリーガーと
お呼びすればいいんですかね、小暮文也選手に登場いただきます。ということでまた来週お楽しみに。